カラライナは、アメリカ合衆国生産の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2015年のエーコーンステークス、CCA オークス、2016年のラトロワンヌステークス、2012年5月5日に誕生。2013年9月のキーンランド一ウ馬セールにて12万5000ドルで購買された。2014年7月にデビュー。 休養を挟んで2015年3月の2戦目で勝ち上がると、そこから3連勝で、エーコーンステークスを制して、G1 初制覇。さらに、次戦の CCA オークスでも2入戦ながら、アイムアチャッターボックスの膠着による繰り上げで1着となり、G1 を2連勝とした。秋のブリーダーズカップリスタフでは、首差2着のステラーウィンドからさらに3馬進半、離れた3着だった。 この年のエクリプス賞最優秀3歳品馬は G1 を一生のみのステラーウィンドが選出されるほどの混戦だったがカラライナは G1 複数勝ちを収めながらそのうち一つが繰り上げ優勝であることブリーダーズカップディスタフで同期のステラーウィンドに差をつけられたことが響き得票数はわずか11票に止まった2015年はラトロワンヌステークスを制して G1.3 勝目を挙げている その他、不良馬場で行われた守備ハンデキャップではキューバシン1、4差の圧勝で卓越したスピードを示した。同年のブリーダーズカップリスタフ6着を最後に現役を引退した。以下の内容は、イクイベスの情報に基づく。ラストランの直後にファシグティプトンのベンバーセールに上場され、ヤシロ大ファームによって300万ドルで落札され、日本に輸入された。 2018年に誕生した初語のボバは生後自家手となっている。ありがとうございます。